東山区寺の達中両側院、北条の襖すま32面を埋め尽くすのは墨と水を使って仏の示す幽玄な世界を描いた銅尺画です。2014年に建仁寺解散英才禅寺八百年恩旗を迎えたことを記念し7年の歳月をかけて制作されました。 この絵を描いたのが、今回の主人公、銅尺画家、摂州天慶さんです。室町時代の水墨画家、摂州を自らの画素とし、500年の時を超え、銅尺画を現代へ継承・再生し、時代へ伝えようとしています。 州東洋は京都の禅宗寺院松国寺に席を置いた禅僧です48歳で中国・明に渡り水墨画の研鑽を積み大陸の風光を描きました今回の主人公天慶さんも2006年48歳で雪舟が学んだ中国浙江省寧波市にある 南宋御山の名刹天童慶徳禅寺に招かれ入山します摂州の再来と称えられ摂州と同じ天童第一座の称号を授与されましたそして2019年正国寺の有馬雷邸館長から摂州の号を与えられました摂州は実際に目で見た日本の風土を書いたという意味ではあ まさに水墨の和洋化、日本日本の風土と文化と感性に根ざして、えー、水墨を展開していったそのスタートを切った画家だと思いますね。雪舟は日本の水墨画に革新をもたらしました。中国画の模倣から脱し、日本の風景や人物をモチーフにした日本独自の水墨画の確立を目指したのです。 摂取がもしこの現代に生きていたら時代の変化に合わせて新しいものを作り上げるはずだと思うんです奥底にどういった墨と水っていうものの捉え方があったのか私なりに咀嚼をして、えー、次の世代へ確実に残していかなければならないんだろうなと思うんです。 摂取が禅の境界を表す究極の画法とした「破木法」とは「墨を破ると書く画法は」はその文字通りまずは紙に墨を置きこれが乾かないうちに上から水あるいは淡い墨を挿し瞬時に絵に臨場感や気迫を与えていく技法です。人位を超えて水と墨があるがままに混ざり合い 自然の形が浮かび上がります直感力と経験を頼りに一気化成に描き進みますまさに全的自然観に根ざした表現です今筆をこっちへ動かすときに、えー、ポタポタポタと落ちたでしょこれ失敗ではなくて次の段階へ行くっていうそのきっかけになるわけですよねだるまをこう包み込むような大きな絵紋がこう流れたわけでしょう。これ横構図ですよね これがポタポタと落ちることによって、必然的に縦の構造を示してきたということでしょう。これが構造豊かにしていくっていうことですよね。水墨ってそうで、描き進んでいくと、必ず次の予感を示してくれる。まあ、雪舟曰く、その絵に導かれている。意を持って描いたのではなくて、えー、あくまでその転移で。 転移というのは要するにまあ偶発のことですよねその偶然に生じることの連続連鎖によって最終的にはこちらが思いもつかなかったような作品に出来上がるということです銅尺画の代表的な画題禅宗の祖師だるま迫りくる臨場感と禅を鋭く見据える眼力悟りを得たその瞬間のエネルギーを描きました線の解釈空間の解釈 色に対する解釈墨と水の解釈、釈、と水の表現っていうものの解釈これらは摂取より一歩も二歩も前へ進められるのではないかと思いながら、まあ、頑張っているっていうことですよね摂取以来500年銅尺画の伝統を受け継ぎ厳粛な精神世界を求める一方で天啓さんは銅尺画の新しい表現にも挑戦しています。 京都で活躍する胴釈画家州天慶さん。禅の修行・武道のために描かれる胴釈画重要なのはその画題です建仁寺の達中両側院の本堂に書いたのは「年下未祥」という禅の起源を表した場面です中央に座す釈迦は「コンパラゲ」という一本の花を群衆に指し示しています 釈迦の説法を聞こうと集まった群衆はその意味が分からずざわめきましたしかしたった一人弟子のマカカショだけが真意を知って微笑したという場面です異心伝心で法を体得する禅の根本思想の一つです特にここは本堂ですね一番大切な場所と言えますそこのこう襖ですから まあえー、簡単にこう50年100年とこう想像がつく場所ですねつまりこれからもそういう長い長い時間を残すものなのでまあいわゆる失敗ができないと両側院の歴史、えー、文化を踏まえてですねその意味でしっかりこう対話としてこう失敗ができないしっかりそう積み上げればですね、まあ、必ずいいものができるんじゃないかなというふうに思ってましたので。 言葉や文字では表せない仏教の奥義を体得したマカカショウをどう描くか対話は5年に及びました私はですねこの本堂へ足を踏み入れられた方がこの物岩の教えを分かればマカカショウになる分からなければ群衆の一人となるっていうことをまあ体験的な銅尺画の鑑賞 ということでぜひともそういうい空間にしたたかったですからこの群衆の中にマカカ箇を描くとすればいるのだけれどもいない存在いないのだけれどもいる存在でマカカ箇を描かないといけないということですよね実は天慶さんは大阪芸術大学で油彩を専攻しシュールレアリズムを学んでいました特に影響を受けたのはサルバドール・ダリです マカカショの表現にはシュールレアリズムのダブルイメージという手法が応用されましたダブルイメージとは一つのものを二つに見立てるいわゆる隠し絵です例えばこの線面は背景を黒にすると丸い壺に見えてくるといった仕掛けです、えー、マカカショウの形の実体はこの人物の脇の下から脇腹にかけての形と この手前の人の頭とお茶の花を持っているこの手が実体なんです天慶さんはマカカショの存在を見る人の心に委ねましたこうやって箇所箇所に私は二十世紀の近代的な絵画やその表現の捉え方のようなものを意識無意識の中で えー、書かせていただいてるって思いますねフォービズム・シュレアリズム・後期抽象主義っていったものが摂取の時代には当然なかったわけでそういう意味では私は私の役目があるんだろうなと同尺画をもっと現代の人々の生活に寄り添えるものにしたい天慶さんは数年前から両側院の特別公開に合わせて ご衆院主婦の作を手掛けています、えー、古代人たちが壁画を描いた時代からあ祈りと生活と生きるということとそして表現芸術っていうものはやっぱり絶対切り離せなくてずっと続いてきてるものなので今の動植というのはやっぱり形を変えて人の気持ちに 寄り添うものであれば私はいいと思うしこれから先同尺画がこう後のように伝わっていくためのやっぱ重要なポイントだと思いますね同尺画家摂集天啓さん言葉を超えた仏の教えを絵で伝える摂集天啓さんが描く世界は 目に見えない光で包まれているのです。